新規連のメンバーは言ったか。ねえ、教えてよ。なんでお前はこの計画に加担してるんだ。この計画で幸せになる人なんていない。みんなが同じ世界なんてあってはならない。確かにな、俺もそう思うよ。今を生きる人々が消えてしまうこの計画に俺は賛同なんてしない。他の6名王だって同じだ。考えは違えど、世界自体が変わってしまう結末なんて誰も求めてなんかいない。ならなんて。俺は6名王だからだ。6名王とは冥界の均衡を保つために、選ばれた6名の強い魂が集まった組織。最初はこの6人だけで冥界は守られていた。そしてその後に6名王をも上回る力の持ち主が現れる。それがユユコ様だ。この数百年、冥界はユユコ様の手によって均衡が保たれていた。そのユユコ様が始めている新世界計画をなぜ我らが止めることができる。この数百年、先代の6名王を導いてきたユユコ様の考えをなぜ止める必要がある。確かにお前も俺も間違っていると今ではそう思っていても、結果を見れば今以上の幸福が訪れるかもしれない。つまり、自分の考えに自信がないだけだろ。なんだと。確かに、数百年以上も正しく導いてきた実績を考えたら自分が間違っているのかも、って思うかもしれない。けど、ユユコだって間違えることはある。僕はユユコのことは知らない。でもこの世に絶対にミスをしない人なんていない。人は誰しもミスはする。でもそれをさせないためにお前たち6名王がいるんじゃないのかよ。ヨウムはユユコが間違っていると分かっているからすぐに行動を起こしたんだ。お前はどうなんだよ、6名王。お前はずっとユユコの言いなりのまま、世界の消滅を見守るのかよ。ふん、たかが数年生きただけで何を分かったふんに。お前は長年生きてきてそんなこともわからないのかよ。ならばここで決着を決めよう。勝った方が正義だ。絶対にお前みたいに長年かかって作られた堅物を納得させてやる。罪のるなよ、小僧。絶風悟空断絶する。あの時のように命果ててしまえ。来るとは思っていたけど、まさか初っ端から来るとはね。時間を支配する黄金のね。来い。衝撃波が見える、けど想像以上に速い。もう少し力を上げるか。これで俺の悟空断絶を攻略したと思うなよ。お前も前回と一緒だと思うなよ。究極属性も一瞬だけなら羽に集約できる。今度はこっちだ。ご主人、気づいてますか？今行った、羽に究極属性の力を集約する技術。他に先ほど変換した6名王の技。そのどちらもまだ今のあなたには教えていない技術と知識です。戦闘を重ねていることでご主人の本来の戦闘スタイルや知識が無意識に戻ってますね。これはいい傾向です。ですが、いえ、今は気にしなくても大丈夫でしょう。頑張ってください、ご主人。どうしたの、ヨウム、私を止めるのでしょ。くそ、ここまで来たのに、ユユコ様を目の前にしておじけづいてる自分がいる。ここに来るまでに聞きたいことは山ほどあったはずなのに。それを聞くのが怖い。さあ、始めましょう。あなたがいればこの計画は完成するの。とりあえず考えるのは後です。今はあなたを止める。止める、もう止まらないわよ。すべては動き出し、そして突き果て、構成され、世界が変わる。その流れをもう止めることはできない。それでも止めるというのならば、私自ら手を下すまでよ。桜ふ、完全なる墨染めの桜。優雅に咲きなさい、墨染めの桜よ。うわ、まずい、同感剣が。はさすがにユコ様、弾幕のレベルが桁外れですね。あらあら、でも足も出ないみたいね、ヨウム。でもいいのかしら、このままやられたら私を止めることはできないわよ。さあ、まだまだ私の弾幕であがいてちょうだい。はぁ、まずいですね。このまま圧倒的弾幕に押されると。このままではいけませんね。あ、同感剣。ユユコ様は遠距離攻撃が得意。私は逆に近接戦闘が得意。つまり、私がユユコ様に近づかないと絶対に勝てないということですね。なら、霊波動。ここで一気に詰める。冥王府霊魂波動弾。6名王の技が私に通用するとでも、もうここで終わらせましょう。私も暇ではないの。恐怖です。そんな、私の霊魂波動弾か。長々、まさか、恐怖です。後半に交戦。弾
間に合った。耐えないと、ここで飛ばされたらもう反撃のチャンスをなくしてしまう。止まった、反撃を仕掛けるなら今しかないです。絶対にこの刀をミユコ様にぶつける。私のところへ来るつもり。私の完全なる墨染めの桜と視聴不滅をかいくぐって面白い、ならば私の全てを受けてみなさい。はぁ、バカな、あなたが私のところまで来れるわけか。もしこの計画があなたの本心ならきっと私は勝てないと思っていました。なぜなら本来のミユコ様はもっと強いからです。バカな、今の私の方が力や能力ではなく心の強さですよ。はぁ、ミユコは驚いていた。ミユコはヨウムに刀で切られ、ヨウムに対する怒りの感情が溢れ出ると思った。だが違った。すぐに込み上げてきた感情は悲しみだった。ミユコ自身もこの感情に驚きを隠しきれなかった。だがその後はさっきまでなかった猛烈な怒り。涙、誰に顔向けているの、ヨウムン。ヨウム、絶対に許さないから。私も絶対にミユコ様を止めます。もう限界よ、もうこんな世界変えてやるわ。させません。ミユコ様と共に過ごしたこの世界を壊すなんて絶対にさせてたまるものですか。だから絶対にこんな計画を止めて本当のミユコ様を取り返してみせます。ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってね。